こんにちは。テンバーアカデミーふりひでおです。アマゾン輸出マニュアル、ね。今、オーストラリアアマゾン輸出マニュアルの特別モニター募集してます。ね、こちらが募集ページになります。あなたがあと10年以上生きるなら自力で稼ぐスキルは必須です。ねまあ、これからの日本人を待ち受ける問題、まあ、人口減少、年金問題、不景気の長期化ね。えー、日本人が今のうちに身につけるべきは 輸出ビジネスで稼ぐスキルと。で、この申し込みページを読んでいるあなたに朗報です。初めてすぐに簡単に稼げて、しかも本業並みに稼げる副業があります。オーストラリアアマゾンを使った輸出ビジネスです。オーストラリアってとね、カンガルーとコアラ、ね、ぐらいしか思い浮かばないと思うんですけど、まあ、実は非常にね、景気のいい国で過去26年間、えー、不景気知らず。 そんなわけでね、オーストラリアの購買力は日本人が想像するよりははるかに大きいです。何しろ、12月26日がボクシングデーというね、えー、まあ、祭日なんですけど、そのボクシングデー明けのバーゲン、これがオーストラリアで一番の、まあ、盛り上がりを見せるところですね。アメリカというところのホリデーシーズン、ね。日本には今やそれに匹敵するバーゲンはないというようなね、えー、バーゲンなんですけど、 なんと、一日の売り上げが2000億円。一日2000億って、えー、だってね、オーストラリア人って3000万人ちょぼちょぼしかいないのに、えー、2000億円ってすごくないかという感じなんですけど、まあ、どれぐらいすごいかというとね、まあ、日本は1億2000万、あるいは3000万人、オーストラリアの4倍の人口がいるんですけど、まあ、その日本の一番大きなデパート、 三越伊勢丹これが年間売上が1兆2000億円ですだからね日本で一番大きなデパートの2か月分の売り上げをオーストラリアはわずか1日で上げてしまうというねこれがもうボクシングデーというオーストラリア一番の盛り上がりを見せるバーゲンの日ですで当然そこを狙ってね今からオーストラリアのアマゾン室始めれば ボクシングであけのバーゲンでは利用者がたくさん増えますからね、えー、別に自分がバーゲン費を売らなくても Amazon 見に来た人のついで買いでね、えー、十分物が売れて儲かりますこれは今までのね、えー、アメリカの Amazon なんかでも毎年毎年経験してきたことですただまあオーストラリアね、えー、じゃあ質問をね英語でしながら Amazon サ,サポートに質問を英語でしながら、えー、自力で何とかできるかって言ったらそんな甘いもんじゃないです そんなわけでね、まあ、このマニュアルを読めば、まあ、正しいノウハウを知って、オーストラリア・アマゾンに参加できるというね、えー、マニュアルを作りました。